エヴァメグチャンネルだよ。ペアルオ太郎だよ。僕だよ。リチャルド AT-04 との相性は最悪で大ピンチ。まあ電撃復帰したリカルド選手、これでしばらくこう世界中のメディアさん擦れるんだろうね。まあそうでしょう ね、はい、まあ、まあそういう意味ではそういう意味でも貢献した。まあまあそれだけだからそのスター選手であるというね、花のあるドライバーであるってことは間違いないですよね。しかもアルファタオリで、レッドブルではなくアルファタオリでまさかの現役復帰ということで、まあ当然メディアもね、よかったねって書く人よりも、これで角田に負けたらもうおしまいやぞ、勝って当然やぞ、ネガティブの方がクリックされますからね。今年の開幕の時に角田勝って当然っていう負け試合みたいな、どっちに転んでも負けみたいなと一緒ですけどね、言ってることはね。まあそんな中で結構皆さんが書かれてるのが、このアルファタオリの車のその特性がリカルド選手が苦手としているドライビングスタイルの車なんかなのではないなかろうかと、太郎さんが苦手としているのがフィーチャーレースなのではなかろうかと、っていうところで、マクラーレンとも、まあ、ちょドライビングスタイルが合わないっていう、一応そういう理由で、ノリス選手に勝てなかった、はいはい、これは本当なんですか。まあそうでしょうね。 で、 しょう、でも太郎さんからするとだって F1 ドライバーですよ、はい、世界中で20人しかレギュラーになれない F1 ドライバーが、はい、そのまあ、仮にちょっと苦手があったとしても、はい、そんなもん5周も乗れば、はい、ピュッと適応して、はい、早く走らせられて当然じゃないかと思ってるんですよ、はいはい、多分そう思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱダメってこと。リカルドはその得意不得意がある特殊なドライバーってこと。例えば、50年間生きてきた太郎さんが、はい、生きてきた、ちょっとキュウリが入ってたら、あ、もう無理無理無理入って無理じゃないですか。ちょっと入ってるぐらいなのに、その辺誰でも食べれる人もいっぱいいるのに、あ、そう、ね、ちょっとキュウリ入ってるだけで苦手じゃん。キュウリのね、敏感で、もう普段ね、もうバカジダバカジダって言われてるけど、キュウリだけはもうちょっと、今誰かキュウリ食べてるって。そういうのはあるかもしれませんし、まあやっぱりほら長くやってればやってるほど自分のドライビングスタイルっていうものがやっぱあるので、ドライバーってこういう風に走りたいっていう走る癖みたいなものもあるし、こう動いてほしい車にはっていう、まあそういう癖に合ってればスムーズにピュイって速く走れるけれど、合ってないとやっぱそこに合わせなきゃいけないので、合わせなきゃいけない時に車を自分のスタイルに合わせるのか、普通はまあ基本ここなんですよ。車を自分のスタイルに合うようにセッティングはあでもないこうでもないやって、自分が走りやすいような車に変えていくっていう、もしくは車のアップデートも含めて、そういうことを最初はリカルドもやろうとしたんだけれど、まあなんかうまくいかず、もうあれこれやってるうちにもう訳わかんなくなっちゃって、ああそういうこと。でまあ最終的にはまあドライビングもいろいろ変えて車に合わせようとかしてみたりするんだけど、まあ結局もう何がいいのか悪いのか分かんなくなっちゃって、もうなんかえーってなっちゃったっていう状態です。マクラーレンの時はね、まあチェコもそうじゃないですか、なんかマックスの車の特性に、特に最初2021年に初めて乗った時はまあ相当苦労しましたよね、なんじゃこれってね。で2022年は車の特性ガラッと変わって、むしろマックスの方がちょっと苦労したんですね。マックスだってやっぱ自分の癖に合わない車だと最初はちょっとチェコに負けてる時も予選ありましたよね。接戦だった2人は、でそれが車の特性が変わってマックスのドライビングの癖に合ってくると、やっぱり今度逆にチェコが苦労するみたいな、でそうすると、まあ、今のチェコまさにそうですけど、ちょっとドライビングスタイルを変えてマックスが走ってるみたいにしてみようかなとか言い始めちゃったり、まあ、それがまあスランプになっちゃうんですけど、要は変えられない、口で言うほど簡単じゃないってことね、まあデータではこういう風に走れば、要するにスロットルペダルとブレーキペダルとステアリングしか操作するものないわけだから、他のセッティング全部一緒にすればね、同じようにやれば同じように動くはずだけどやっぱりできないっていうのはあるので、まあそこが例えばリカルドが今回アルファタオリポンと乗りますっていう時に自分のその好みに合った車の特性であれば、まあスムーズにやっぱ最初から速さ引き出せますよね。まずリカルドの場合車の速さ引き出すも必要だけど自分の速さ取り戻すも必要だから、
いきなり乗ってじゃあそう、ねそうね、本来の自分の速さが出せるかっていうと、うん、まあすぐにはやっぱりちょっと無理ですよね、うん、だから自分の速さを取り戻す作業も必要だし、うん、車に慣れていく作業も必要なんだけど、うん、それが好みに合ってれば同じようにこうね伸びていくんだけど、うん、車の好みが合ってないと車に合わせ込む作業もしていかなきゃいけないので、うん、まあアルファタオリの車をリカルドに合わせようと思っても、うん、まあ正直それが難しいっていうのは、まあ、角田くんもリカルドと同じような、はい、割とレイトブレーキで頑張って頑張ってブレーキ得意な2人なんで、うん、ギリギリでブレーキギャンって踏んでブリャーって曲げるみたいな、まあ、それでタイム稼ぐっていうタイプのドライバーなんで、うん、求めるもの多分同じだと思うんですよね。かなり似てると思うんですけど、うん、松野田君はその走り方、要するにそのドライビングに車を合わせよう合わせようとずっと初年度からやってきたけど、あ、はいはいはい、まあ、基本的にはやっぱガスリーがアンダーステア好きな車だったりするので、はいはいはい、まあ、そっちの方向だったりするし、まあ、そもそも論としてダウンフォースがないのでオーバースチャーにはなりようがないっていうのもあるんですけど、まあ、特に2022年以降の特性、車のレギュレーションの特性がアンダーステア傾向なんで、まあ、今年も特にもっとそうですけど、まあ、それが角田君もやっぱり車を自分に合わせるはもう無理だって判断して車のこの特性を生かした走りに切り替えないと無理っていうのが、まあ去年の途中から考えて、まあそれを今やってるところですよね。でも今年はうまくいってますよね、角田君はね。車をうまく走らせるっていう、自分の実力を全部引き出すというよりは車の実力をうまく引き出すドライビングをするっていうことがうまくいってると思うんで、まあリカルドもそれをやらなきゃいけないだろうとは思いますよね。でも実際リカルド選手もアルファタオリのデータが入ったシミュレーターにも乗ってるはずだよね、うん、そうするとシミュレーターってある程度実車にも近く動きをするわけでしょ、うん、あれこれ俺乗りにくいやつじゃんって分からないのかね。分かってても俺乗りにくいとは言えないか。いや、まあ分かってるとは思いますある程度は、うん、ただシミュレーターだと実際に車が動くわけじゃないので、うん、もうこういうなんか、ね、モーションがあったとしても、はいはいはい、車が実際に滑っていくわけじゃないじゃないですか、うん、まあ、僕らがそのシミュレーターやっててもよく感じるのは、うん、フロントが逃げるとかはよくわかるんですけど、はい、リアが滑ってる感じってこのステアリングだけから感じるのって難しいですよ ね。 あ、なるほどね。実車に乗ってるとお尻が本当滑るからわかるんだけど、うん、シミュレーターでリアが滑ってる感覚ってこのステアリングの微妙なこの持ってかれる感じで、うん、はい、感知しなきゃいけないので、うんうん、それって掴みにくいじゃないですか。それがリアなのかどうかわからんってことね、うん、いやリアが滑ってると、うん、ステアリングがこっちにだんだんこう、うん、逃げてくから、うん、それでわかるんですけど、うん、それって正直だからシミュレーターで掴みにくいことなんで、うん、っていうことはシミュレーターはやっぱりアンダーステアでリアがしっかりしてる車の方が乗りやすいじゃないですか、うん、だからシミュレーター上はアルファタオリ乗りやすいんじゃないかなと、うん、結構、はいはいはい、早く走れないけど、うん、乗りやすいとは思うんですよね、うん、まあ、そうか実際そうかどうか分かんないけど多分そうだと思うんで、うん、まあ、そう考えると今のところはまあいけるんじゃないって思ってるだろうし、まあ、リカルド言ってたのは曲がらなかろうが遅かろうが、うん、そのマシンのバランスがちゃんとしてれば、うん、そこはもうあとは自分で車振り回して走ることができるんで、マシンバランスさえちゃんとしてればっていうのは言ってましたよね。じゃあマクラレンは マシンバランスが悪かったってこと？いやそんなことはないと思うだってノリスはちゃんと速く走ってるから ね。だからまあやっぱりマクラレンはアンダーステア傾向な車で、はい、ギャンって踏んでギュッて曲げる車じゃなくて、うん、どっちかっていうとブレーキそーっと踏んでブレーキ残しながらそのぐる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 って曲げていくような、うん、まあ、トレイルブレーキングとかって言いますけど、だからブレーキングでビャンって曲げるタイプじゃない、それがまあリカルドには全然合わなかったわけですけど、うん、ノリスなんかはそういうのがバーって踏んでスーってこうブレーキ戻しながらも回っていくみたいなのがうまいんで、うん、ノリスに合ってるんじゃないの、まあ、ノリスはノリスでそれは別に合ってるわけじゃないけど、うん、適応できた、自分がそういうのに適応できたっていうところで、うん、で、まあ、AT04 もなんかそれよりも もっともっとかどうか正直分かんないですよ。ただ傾向としてはそっち系、そっち系、まあそのいわゆるレートブレーキでクイッて曲げていく車じゃないっていうのはありますけど、ただこの間シルバーストーンで入れたアップデートはそっち方向に持っていこうとはしてるので、今あーチームとしてはなんとかそうしたいとは思ってる、車としてはそっちの方にだんだんそのレートブレーキング、ハードブレーキング、レートエントリーができるような方向には持っていこうとしてるんで、この方向性がうまくこう開発が進んでいくとリカルドとしては乗りやすい車にどんどんなっていくと思うんですよね。まあもちろんそれは角田君にとっても乗りやすい車になるんですけどね。だからチームとしてもまあ3年目の角田君と新人のフリース君だったからまあそこにリカルド選手が入ってくることで3年目とベテランということで、なんとかその開発が進んでくれれば、うん、
まあ、リカルド自身もその自分の経験を生かして、うん、もっと開発うまく進められればっていうことは言ってるんで、うん、まあ正直だからデフリースのそのねフィードバックがすごくいいって言われてた、うん、それがどれだけ開発に貢献してたか、うん、逆にリカルドの経験値があって、まあ、いろんなことを知ってる人がどれだけ開発に貢献してくれるか、まあ、正直ちょっと分かんないですよそれはね、うんうんうん、リカルドいくら経験あってもなんかフィードバック適当かもしれないしリカルドの提案はエンジニアからするとなんじゃこれって、うんうん、いや言ってることは分かるんだけどさみたいな感じかもしれないし、うん、それはやってみないと分かんないですよね、うんうん、ただまあ現時点での車はそっちの方向に持っていこうとはしてるけど、まあ、持っていけてないから今あそこにいるわけであの車は、うん、まあだから相性が決していいとは言えない、まあ、少なくともアンダーステアで、うんまあ、ある種だから今のレッドブルーとは傾向としては多分リカルドの特性には合ってると思うんですけどアルファタオルやっぱり合ってないんですよね、うんまあ、だからマクラーレンやめて、まあ、まあ半年ぐらい車にも乗らず、まあ、体もね、うん変な癖もリセットされてそれで、まあ、レッドブルに乗っちゃったから、うん、レッドブルの癖にまたついて、うん、レッドブル、まあもうね、そうですもうチャンピオン争いしてる車に乗ってるわけだから当然快適だったと思うんだよね、うんうん、でそれでじゃあ AT04 に乗ったらあれまたマクラーレンの悪夢が、うん、何かねってなる可能性もあるわけせっかくレッドブルの車に合わせた癖が取り戻すのに、うん、またマクラーレンの癖取り戻さなきゃそれでまたとっちらかっちゃったらうんだからちょっと不安なんだけど、まあ、しかもぶっちゃけプロとはどう見てますかいやまあちょっと苦しいんじゃないかなと思いますけど決勝はそのマシンのフルパフォーマンス引き出すわけじゃないのでああそうねいつもおっしゃってますね、うん、たらーっと走るので特に今の場合はタイヤをうまく使うってことが重要なんで、うんうん予選一発で角田君にどれだけ肉薄できるかだと思うけど、まあ、そんな簡単ではないと思いますけどねだから例えばじゃあ角田君からコンマ3秒遅かったらポジションとしてはすげえ後ろになっちゃうので例えば角田君がこれで11位にいたとしたら11位からコンマ3秒ってやっぱ15位とか16位とかで Q1 落ちとかになっちゃうのでまあ そこまでいくとちょっとねやっぱり辛いのでまあ分かんないですよ実際には全然一発から全然早いかもしれないけど、まあ、そこまでいくとやっぱすごいなと思いますよねうん、最初からそのパフォーマンス出すのは相当もうそのまさに車の特性と合ってないっていうことと、うんまあ、全く初めて乗る車だっていうことと、まあ、ハンガリーなんか特にね車の特性合ってないとコーナーたくさんあるんで、うん、しかも回り込むようなコーナー多いから結構辛いと思いますけどね。まあ、だからハンガリーはいいけど結局その次ベルギー行っちゃうと今度はスプリントがあるからほとんどまた練習できないんでしょ、うん今時の車だとなんかいきなり奇跡でうまいこと言っちゃったってあんま見ないもんね。まあそのねウィリアムズみたいにとんがったとこのある車だったら、例えばストレートバカッパ速いですみたいな車だったらそこに合わせた一発ポンで、まあそれこそデフリースがモンツァでポイント取ったみたいなできるけど、アルファタイムは全部遅いんで。全部遅いってもうこれもここを生かすっていうのはないから。ちょっとなかなかだよね。うん、まあ全部遅いっていうね。車をよくしていかないと、まあだからそこはリカルドも別に焦ってないっていうか。うんまあ、それこそこの間シルバーストーンのテストでレッドブル乗っちゃってるんで乗っちゃってる、ね、あの車よりグリップが低いだろうってことはもちろん分かってるし、うんまあ、全然もっと、ね、遅いだろうっていうのは分かってる、うん、ただ、まあ、マシンバランスさえ悪くなければマシンバランスが例えばコーナーの入り口ではオーバーで、うん、コーナーの出口ではアンダーでとか、まあ、バラバラだったら、まあ、フロントとリアがもう一体感ないよみたいな、はいはい、車のバランスだとちょっとはなかなかこれ修正するの大変だし自分のドライビング合わせるのも大変だなんだけど、うんアンダーならアンダーでずっとドアンダーなんだったらまあそれはそれでおりゃーって曲げていくなりなんなりできるんでまあそれだったらなんとか対処できるよとは言ってましたけどね、まあ、そこはある種自信があるというか、ね、今までやってきたっていうのはあるんでしょうけど、まあ、角田君のことをあの見くびっている可能性もありますよね。まああるだろうね、うん、まあ僕がアルファタールのために一肌脱ぐやぐらいな感じになっちゃってるよね。勇気じゃポイント取れないよねって、うん、あんな新人と勇気じゃ3年目でしょベビーじゃん、うん、僕発症してるからねまあ2人が同じドライビングスタイルっていうことでね2人で突っ込んでガシャンってならないようにね2人ともレートブレーキそうそうそう2人ともレートすぎちゃって、ね、18位19位でぶつかってますみたいなまあそういうことで、はい、リカルド選手の健闘をねやりましょうということでございますはい、ということでリカルド選手が乗ることでいい効果が生まれてツックンがより高めに行けるように祈って皆さんこの動画良かったよと思った方いいねボタンチャンネル登録
ありがとうございました。頑張れリカルド。あ、ちょこちゃん。頑張れや。